はたの伝三郎、はたの伝三郎から1907年2月13日は、明治期の政治家、教育者、衆議院議員、幹線福井県知事、旧姓、前田、越後長岡藩士、前田重左衛門の息子として生まれ、明治2年、はたの影雲の養子となる。1874年に上京し、関新八の教律学者で学び、その後、同教授、社長を務めた。 1879年、欧米社に加入。1880年、文部省に出資。1881年、退官して、東京横浜毎日新聞に入社し、1886年まで在社。1882年、立憲会新党の決闘に加わり、その後もその立場を守った。1888年、新潟県会議員に当選。 1891年5月、第1回衆議院議員総選挙、新潟県第5区の補欠で当選。以後、第2回、第4回、第5回、第9回総選挙で当選し、衆議院議員を通算後期務めた。1897年4月、第2次、松方内閣により、福井県知事に登用された。自由党の勢力が強い福井県会と対立し、 ハタノが消極的であった治水対策について見解はハタノの不信任案を意味する治水に関する権利案を可決した。ハタノは見解を解散したが、1897年11月13日、胃顔面本館となり退官した。その他、宝田石油会社監査役、南北石油会社監査役、国有共同販売所監査役を務めた。 ありがとうございます。